来月からあの電気代が大幅に。二十パーセント上がるってやばくないですか。四十パーセント上がるんですか。北陸電力は四十パーセント値上げ、<え>沖縄電力でも三十八パーセント。沖縄はもう原発ももともとないし。<laughs> はい、火力発電百パーセントみたいな感じだから。ええ月五千円上がるってことですか。家庭によっては数万とか全然上がるえ。やばいやばい。だか,だから関西電力とかは原発再稼働してるから、上がんないのよ。そ<う>関西電力、中部電力、九州電力は。 原発が再稼働してんのうん、うん、これねなんで再稼働してるかっていうと、うん、BWR と PWR ってあるんだけど PWR、うん、の原子炉は大体再稼働し始めてんだけど、うん、BWR 型はもう全然ダメなのよなんでいやだから要は方式が違うから福島第一原発と同じ方式のやつがなかなか認可が下りないんですよああなるほどね再稼働のねいやだから何が言いたいかっていうと 携帯代を見直せば電気代の値上がり分はなんとか相殺できるからいや本当にやったほうがいいですよって話真面目にこれ見てる人はこれやったほうがやんないところ家計マジでやばいです沖縄の平均所得とか平均の収支で5000円上がるって死活問題じゃないだってこれ平均5000円だから多分エアコン夏つけたらもっと上がりますよね6月来週から でもさ、堀江モバイルに変えるの面倒くさいとかっていう人ほど、うん、言ってめんどくさいんだよね一番簡単なのは携帯を変えることなんですよ,そうだよ、ね、家計が相当安くいや本当そうよやばいだろ5000円っていやでも本当にやばいよねラーメンなんて100円値上げしたらめちゃめちゃツイッターでたたかれるのにさ <laughs>、ね、で電気代5000円上がるってやばくない、うん、しかもそれをんか国は認めてますからね電気代上がることをでも堀江、うん、モバイルにとっては大チャンスですね 大,大チャンスです、うん、誰も損しない得しかないですインフラ系はねじゃあ安いインフラ系に何か一つ切り替えなきゃ、うん、もう家計無理だってなるもんな携帯代だな家に貼るよりも、うん、携帯乗り換えた方が全然いいですよいやだからこれ電気代の話マジで、うん、なんかあんま言われてないのはやっぱあんま言いたくないからですよね だと思います政府としていやもうこれだって暴動が起きるレベルだよねいや本当驚いただって年間あと数万円上がるわけでしょ一般家庭も死ぬけどさ普通の飲食店とか結構しんどくないだから違うの工場とかやばいよねえけど北海道電力もめちゃくちゃ上がってるからうちのロケットの工場とか3年前の3倍とかあらゆる商品の価格も上がるよね当然当然電気使ってる会社はもうめちゃくちゃ上がる